トゥーハート18回目、現在4月18日、早速レミーに会いに行こう。今のところは一応順調に進めているのかな。ただまあわかんない、明かりの例があるから明かりというトラウマがあるから。はい、レミー、今日も新規イベント起こしていこうぜ。帰んのか、うん、でもこれも多分見たイベントだよね。一緒に帰ろう。今日もさ、トゥーハートプレイ前にオープニングムービーを見てたんですよ。オープニングアニメーションのね、レミーがめちゃくちゃ可愛いから、本当この動画でも紹介したいんだけど、ブロックされちゃったからさ流せないんだよね。春が好き。満足げに言った。悪くないよな、やっぱ。そうだな、このイベントももう3回目ぐらいだから、サクサクっといきましょう。日本みたいにたくさん咲いてないの。あ、それこそこのイベントって山が好き海が好きだよね。ちょっといっか、スキップしちゃうか。記録スキップ。そうなの。はいよ。サンフランシスコで生まれ育った。でもサンフランシスコで生まれたって言ってるからさ、じゃあ前回のあの5歳の時に出会ったあの少女は誰なんだっつう話なんだよね。あれ、でもこれレミーと行くとしたら山が正解なんだよね。でもちょっと待てよ、ここはあえて海を選んでみたらどうなるかっていう、ちょっと他のパターンも見てみないとわからんですね。海。俺はちょっと考え、そう答えた。海が好きなの。おう、海ってのは特に夏の海がワクワクしてくる。色がいいよな、青い空、もっと青い海、それから入道雲と白い砂浜、カラフルなビーチパラソル、なんかそれだけでワクワクしてくる。イベントがあるなら海イベントの方が絶対いいよね、レミー。というか水着イベントとかないのかな、うん、レミーは相づちで答えた。そんな雰囲気だけで楽しいことが起こりそうな気がしてくるんだよ。だから俺は断然海、しかも夏の海が好きだ。私海の近くで生まれたから海のこと特別に考えたりしなかったけど、うん、私も夏の海特別に思えるようになってきたわ。海の近くで生まれた。なんだよ、西海岸カリフォルニア育ちだから海は普通だって。なんか羨ましすぎるものの見方だ。じゃあやっぱあの5歳の時のさ、同じ刃を持つあの少女は、いやでもレミー以外ありえない。いやいや、でも黒髪だったし、いやわからんな。でも本当だよ、ハニカンダイムでレミーが言った。これでもやっぱ選択肢的にはちょっと違うんじゃないかな。なんだよ、夏になったら海行こう。ぜひ。すごい水着着てきそうだよね、レミーはね。行こう。レミーはしつこく食い下がってくる。じゃあ分かった、ちょっと気が早いが夏休みに行こう。これもでもやっぱ山の時と会話が同じなんで、もう共通入っちゃってんな。一応遊園地も選んでみるか。遊園地の方が楽しくないか。アウトドア否定派ってわけじゃないけど、確実に面白さが保証されている遊園地なんかも候補からは外せないと思う。遊園地も家の外だし。なるほど、遊園地もアウトドアか。遊園地好きなの。いや好きっていうか、行ってみたい場所の候補には加えたいだろう。日本の遊園地ってディズニーは大丈夫大丈夫、なんてディゾネーランド。ギリギリだなおめえ。なんかそうだな、本場のあディザニーランドか。いや危ねえ危ねえ、パロディしてくんな。他には。他にもいろいろあるだろう。どこ考えてみると、日本に有名な遊園地は一つしかないのかも。あーこれ発売97年ぐらいだからそうなのかもな。あとは地元の人間しか知らないようなレベルの遊園地ばかりだ。悪い、日本にはレベルの高い遊園地は他にはないらしい、少なくとも俺の知る限りは。どこに行きたいの。まあいいじゃんか、海と山以外にも行くところはあるよって話をしたかったんだ。じゃあ海と山どっちがいい。結局聞かれんのか。最初から好きな方を選べばよかった。ああ
これはじゃあ山にするか。山の方がね、ユミはユミってなって誰が出てきたんだよちょくちょく俺レミの名前間違えるね。ユミはもうどっから出てきたのかもわからないわ。レミはね、ハントしたい人だから山の方が正解だったんだよね。まあな、いや、弓か、弓、弓道の弓から弓って出てきちゃったのかもしんない前回ミニーとか言ってたよね。あぶね、デゾニーランドじゃねえか。登り切った瞬間にやったーとか思うだろ。その後目に飛び込んでくる景色、これが一番最高。Oh yeah! Yes! もちろん登る途中も好きだぜ。鳥のさえずりとか木の匂いとか、ゴセゴセした街中と街中と違って心にゆとりが出てきて、できてくる。だから山。夜はキャンプファイヤーね。おいや。焚き火を囲んで歌えば下手な歌も様になっちまうって雰囲気がいいね。私も好き。レミーも山がいいのか。うん。山とっても好き。やっぱ反応的にはこれ。じゃあやっぱり遊園地を選んでからも山を選ぶっていうこれでいいのかな。おめえの目的は狩りじゃねえのか。ハンターだからねレミーは笑ってごまかした。図星じゃんかよ。私一緒に山へ行きたい。お、行こうぜ。海も山も遊園地も全部行こうぜ。行きたいです。もうすぐみんなで修学旅行に行けるだろう。それで十分だ。行きたいのに。あれでも断っちゃうかこれ。レミーはしつこく食い下がってくる。俺は仕方なく、じゃあ分かった、ちょっと気が早いが夏休みに行こうと妥協案を出した。本当？あ、でも同じか。ただし二人っきりじゃなくて学校の連中も何人か誘ってだぞ。うん。レミーとはそんな話をしながら帰った。うーん、なるほどね。で、楽しみなのが明日だっけ、日曜日にゲーセンにデートに行こうっていうデートのお誘いが来てるんですよね。そこが楽しみだな。あ、マルチとはお別れ。ありがとう、マルチの廃棄処分をありがたくいただいていくね。お昼、あ、そうか、お昼で終わりか。今日はレミーは、お、いるじゃない。これはなんだ。はい、はい、レミーは俺に気づくとにっこり手を振った。よ、レミー、明日はデートだね。おお、デートの専用会話みたいな。彼女は俺がうなずく前に、ねえねえ、聞いて。なんだなんだ。俺の腕を引っ張った。俺はなんだ、明日にしようぜ。ここは別に普通に A なんだでいいよね。天ぷらは日本の料理に決まってるだろう。俺の知る限り天ぷらは和食の代表だ。残念ね。天ぷらは日本が最初じゃないの。へえ、レミーは得意そうに言う。嘘つけ、そんなの初耳だぞ。天ぷらはね、戦国時代にポルトガルから渡ってきた天ぷらりっていう揚げ物料理がルーツなの。これ本当かな。ポルトガル料理なの天ぷらって。テンポラリーっていうもんなの。け、テンポラリーから天ぷらになったのか。その話できすぎてないか。名前がテンプーラーになったのは江戸時代の三刀教伝って人が名付けたからだって。三刀教伝、誰それ。作家の人。作家、ますます知らねえな。私も。お前もかよ知らないのかよ。どこで聞いたんだそんな話。本に書いてあったよ。レミいろいろ読んでるからな。例えばな、それが事実だったとして天ぷらが和食じゃないと分かってもいいことねえだろう。まあ、あるよ。どんなことだよ。天ぷらを食べながら、これ本当は日本の料理じゃないのねって思うの。なんでそんなこと思わないといけないんだよそれがいいことか。うんそうなの。バカ、ちっともよくねえよ。他にもみんなに教えてあげると楽しいわよ。楽しくねえ。それでね、寿司のルーツも日本じゃないの。ええー、
わかったわかった、寿司がどこの国の食い物かどうかだろうとか関係ねえってば。それでね、めっちゃ話すやん。レミーから聞いても役に立ちそうにない日本文化のルーツを聞かされ、その日は踏んだり蹴ったりだった。でもレミーはきっと話を聞いてくれる人を探してたんだろう。楽しそうに話していたからな。なるほど、まあレミーが楽しいのならよし。あーハートトゥーハート、ごめん今日はヒンズースクワットしてくるわ。なんつっても明日はデートだからね、デート前にはがっつり鍛えておかないと。何する気だよヒンズースクワットして。4月20日日曜日、今日はレミーとデート。なんか学校前で待ち合わせっつってたよね。ゲーセン行くっつってたからな、多分ミニゲームやれるんじゃないのかな、違うのかな。昼前に学校に着いた。少し早いけど弓道部はまだ終わっていないのだろうか。日曜の学校って俺には違和感があるな。まだ終わらないのかな。でもこの待ってる時間も幸せだよな。学校前の待ち合わせ、デート前の青春やな。お、来た。あ、そっか、でもデートイベントっつってもそうか、弓道部終わりだから制服デートになっちゃうのか。待った？別に。よかった、それじゃ行きましょう。そう言ってレミーは腕を絡めてきた。おいおい、ここは学校だぞとか言ってみるけど悪い気はしない。 No problem。 アメリカンドリームがぶち当たっちゃってますねこれは。ゲーセン来ましたね、やっと着いたぜ。学校から出るまでに同級生や上級生から散々冷やかされてしまった。レミーは男子の間でポイント高いからな、そのせいで村八分ってのは勘弁してほしい。いやでもレミーとこれだけイチャラブしてたらな、目立つだろうしな。早く入ろ。お、お、そりゃ嫉妬の目向けられるわ。俺はレミーにせかされてゲーセンに入った。その嫉妬の目が気持ちいいけどな。このゲーセンはこの辺りでは一番大きく、ワンフロアの店内にはかなりの数のゲーム機が設置されている。入り口付近にはプライズマシーンや猫プリントが置かれている。例によって猫プリントは女子高生軍団に占拠されていた。空いてきたらレミーと一緒に撮ってみよう。で、店の奥は壁沿いに大型個体がずらりと並んでいて、残りのスペースには対戦格闘物やクイズゲームなどが置かれている。レミーは店内を見渡して目を輝かせ、あ、キラキラだよ。何かやってやって、一緒にやろうよ。子供のようにせがむ。俺が一人で遊んでどうすんだよ、お前がやるの。そうね、じゃあどれで遊べばいい。最近のゲームはどんどんややこしくなってきているからな。格闘ゲームなんかはコマンドが入れられないと話にならないし、そこでソウルエッジですよ。何も考えなくても遊べるようなジャンルはやっぱあれか。シューティングなんかどうだ。あ、でもいいじゃん、レミーにぴったりじゃん。日頃からシューティングばっかり、リアルシューティングをやっているわけだからさ、リアルハンターなんだから。弾を撃って敵を倒せばいい、シューティング。これ以上単純なルールはない。シューティング？ Yeah。 それどうやって遊ぶの？俺は周囲を見渡しシューティングを探した。あれかな、いつもあの明かりと一緒にやるやつ。あ、お嬢様は魔女ってやつ。あ、そうだね、あのミニゲームで多分やるやつだと思う。俺も結構遊んでるゲームなので何かとアドバイスはできるはずだ。あったあった。レミを連れて台の前に座らせる。このボタンでショット、隣がボンバー。ボンバーは一撃必殺だけど数に限りがあるからピンチの時にうまく使うんだぞ。こらーってやつか、ボンバー。わからない？どの辺が？何をすれば勝ちなの？まあ俺も教えられるほどの腕ないからな。明かりに勝ったことないんだもんな、シューティングはな。勝ち？もしかしてレミー、おめえゲーセンで遊んだことがないのか？彼女はブンブンと首を横に振った。ありません。ありませんか、この苦笑。これかわいいな、なかなか見ない表情かもしれない。これは全くのゲーム初心者かよ。今の時代ゲームの遊び方を知らないっていうのもある意味天然記念物。しょうがねえ、俺が教えてやる。教えて教えて。手取りは一人だねこれは。じゃあよし、じゃあまずはレバーから。俺はレバーやボタンの扱い方、果てやコインの投入からゲームスタートまでを解説した。
しかしズブの素人であるレミーにどこまで理解させられたかはちょっと疑問だ。あとは実際にやってもらうしかない。お、なにこれかわいいすげえ必死になってやってんじゃん。猫背だなレミー。いやでも確かに猫っぽいね、こう見るとね、刃も相まって。かわいいレミー、いい CG だなこれ。じゃあ早速おっしゃった通りにやってみろよ。イエスサー。イエスサー、元気だな。レミーのやついきなり俺に敬礼をした。俺は思わずあたりを見渡した。恥ずいやつめ俺は教官かなんかかよ。レミーはワンプレイ側の席に座り、レバーをひっつかんでショットボタンに手をかけた。俺は隣のツープレイ側の席に、彼女の邪魔にならないように少し離れて腰をかけた。レミーは無言でデモ画面を眺めている。 Hey レミー、インサートコイン&プッシュスタート。手が離せません俺はずっかけそうになった。手が離せません。おいおい、構えるのはゲームが始まってからでいいんだよ。そうなの？当たり前だろ、まだ金も入れてねえうちから構えるやつがあるか。イエッサー。本当何もわかんないんだなこの子。レミーは少し緊張した面持ちで100円玉を取り出すと投入口へ放り込んだと思いきや、素早く例の構えを取る。これか猫の構えか。あ、でもよく見るとこの手の握り方もこう猫っぽいのかいいなこれ、かわいいな。それっきりピクリとも動かない。レミープッシュスタート。苦笑しつつも俺は横からボタンを押してやった。主人公のほうきにまたがった魔女が飛び出してくる。もう始まっているのにレミーは動かない。攻撃しろよレミー。どうするの右手のボタンだよ。ボタンを指さすとレミーはボタンをペシッと叩いた。お、ドドン。でっかいおっさんの叫びでコーラーか。敵は全滅。おめえそれボンバーだ。うわーっとめっちゃ困ってる。状況がつかめずレミーはあたふた。普通の攻撃はこっちだ。あ、そっか。レミーはうなずいた。そのやりとりの間、主人公が全く無傷なのが不思議だ。あー、避けるのはうまいんだ。じゃあそんなことはお構いなしでレミーはペシペシとボタンを叩く。おいおい、始まってから少しも動いてないぞ。あ、動いてない動いてないのに敵食らわないの？そうなの？それ必勝法じゃん。レバー操作がお留守だぜ。忘れてました。これさ、自分で操作するときも主人公を動かさなかったら敵の攻撃食らわないのかな。試してみたいね。注意してやるとレミーの操る魔法使いは右へ左へデタラメな方向に動き始めた。まるで酔っ払いだ。しかしやっと動き出したかと思えば今度は右手が止まっている。レミーボタン。忘れてました不器用なレミー、かわいいな。ようやくデタラメに動きながらデタラメに魔法を打てるようになってきた。ペシペシペシ。適当に打っていた魔法攻撃がザコを捉えた。あっさりとザコは爆発する。倒しました。お、よくやった。レミー俺に向かって嬉しそうに言う。よかったな。ペシペシペシ。さすがにザコの数が増えてきた。今度は 2,3 匹まとめて爆風に包まれる。倒しました。お、上達してきてる。わかったわかった、いちいち報告すんな。ペシペシペシ。一面の半ば頃にはようやくレバーとボタン2つのことが同時にこなせるようになってきた。すごい、半ば、一面の半ば、俺ですら行ったことないのにもう俺を超えてるよレミー、お、教官超え果たしたな。早くもパワーアップアイテムが出てきた。アイテムは斜めに画面中を飛び回る。レミーはそれを器用に避けている。いや避けちゃうんだ。それは避けるんじゃなくて取るんだよ。何を？そのピーってやつをだよ。取れるの？真顔で聞いてくる。ああ、そいつを取ればパワーアップするんだよ。俺が言うとレミーはじっと自分の手元と画面を見比べ始めた。どうした？取るんだよ。取れません。なんで？どのボタンで取るの？ああ、でもそっか、わかんないのか。そうだよね、ゲーム全然やったことない人にアイテムを取れって言われても理解ができないのかもしれないね。どういう意味みたいな。おいおい、いい格好すんなよ。俺はレミーの手を掴んで、おい、何掴んでんだよレバーを操作した。魔法使いを動かしてアイテムを回収する。 I see。 そうなのね。 Yes。 これが取るって意味だ。アイテムを回収できた魔法使いはパワーアップのボイスとともに攻撃が変化した。パワーアップ。テンション高えなおめえ。
ゲームのボイスより様になった発音でレミーが声を上げる。変わった変わったよ。はいはい、よかったな。こんな調子でレミーはゲームが終わるまで、あ、もう終わっちゃうんだ、断るごとに俺に報告してくれた。ゲーセンを出る頃には俺はヘトヘトで、もうレミーの報告はうんざり状態だった。いや、レミーが楽しそうで何よりだよ。楽しかったね。対戦したかったけどな。まあまあかな。レミーはいいよな、シューティングであそこまで楽しめるんだから、羨ましいくらいだ、とか考えていると、ありがとう。お、かわいい。レミーはいつものような太陽の笑みと一緒にほっぺにチューをしてくれた。始まっちゃうよ、子供ができちゃうよ、妊娠確率。レミーに喜んでもらえた、結果オーライ。すげえな、ゲーセンの前でチューか。おー、これはね、もう握るレバーが増えちゃうぜってことで。ひどい、ひどいこと。インサートコイン、何をインサートするんだいってことでね。ボクシングのチャンネルを誰に聞くか。いつもは明かりに聞いてたけど、今回は正直明かり司法の好感度はそんな関係ないように感じるんで、まさしでいいか。 夜遅くに女の子のうちに電話するのは問題があるってなわけで、まさし、ポパピと。はい、佐藤です。あ、まさしって佐藤だったっけ。ビンゴ、まさし本人だ。俺、ああ、何、実はな、やっぱりまさしは頼りになるぜ。チャンネルはこれでよしと。俺内部、まさし信頼度プラス1。なんだそりゃ。まさしの信頼度が上がっちゃった。やばい、これエンディングでまさしがニッコリ映画で終わっちゃうぞ。またまさしエンド入っちゃう、修学旅行行けなくなっちゃう。もうあの笑顔は、あ、そっか、ここで。そっか、そうだ、ディスクチェンジな。あ、ちょっと待って、今ね、ソフトが隣の部屋にあるからね。ちょっと、撮ってきます。少々お待ちを。はい。今、セットしました。よいしょ。このディスク入れ替えがね、古き良きゲームって感じで、毎回好きなんだけど。よし、OK。さあ、でもこっからディスク2か。いよいよ終盤戦なのかな ?4 月、あ、そうだよな。もう4月21日だもんな。じゃあこの辺は既読スキップでガーッと行きましょう。レミーイベント。もっともっとデート行こうぜ。毎日ゲーセン行こうぜ。ゲーマーになっちゃうよ。ん?あ、既読がつかない。3時間目の休み時間、まさしが俺のところにやってきた。なんだ?生徒玄関の掲示板に学校新聞が貼り出されてるよ。あ、もしかしてあれか、司法のやつ。それで例の司法のコラムも載ってたよ。あれか、お屋敷の前で撮ったやつ。そういや、そういうのもあったな。例のことが書いてあったよ。忘れてたぜ。あいつは名前を出さないって言っていたが、とりあえず確認はしておかないと。これをさ、新聞が貼り出されてるんでしょ?この新聞をレミーが見たらどう反応するかが、結構気になるぞ、そこは。問題の新聞はすぐに見つかった。幸いなことに誰も読んでいる奴はいない。ここのところだよ。うん。まさしの指さしたところに、なるほど、俺の撮った志保の写真が載っている。なになに?この度コラボを預かせることになりました。2-A の長岡志保と申します。紙面の一角、つまり土地を任されたからにはしっかりと責任を持って取り組みたいと思っています。土地に住むには家がなければいけません。ですからこの土地に私の家を建てます。建てるからには立派な屋敷にしたいものです。しかるにコラボの名前は長岡の館とさせていただきました。ヘリクスだけは一流だ。さて、写真にある建物です。これ人ん家の前で勝手に写真撮ってさ、長岡の館とか言ってんのいいのか?これは撮影用に私が一つ手に探し出したものですが、偶然にも私の知人の思い出の場所でもあったのです。今回はこの建物にまつわるちょっぴり切ない思い出話を紹介したいと思います。たくマジで書き上がったか。読み終えた後、俺はつぶやいていた。大丈夫だよ。これを読んだ限りじゃ、誰のことだかわからないし。うん。そりゃそうだけどな。
バレっ子ないって分かっていても自分の過去を書かれるのは気分のいいもんじゃない。いや、レミーが見てどう反応するかだな。でも懐かしいね。そっか、マサシは知ってるんだもんね。マサシもアカリも。僕も遊びたかったな、そのこと。お前が俺の言うことを守って遠出しなかったからだろ。うん、そうだね。マサシがうなずいたときチャイムが鳴った。戻るか。うん。あれ、レミー来ねえか。あれ、来ないのか。いや、でも張り出されてるから、きっと何らかのアクションはあるはずだ。リアクションはあるはずだ。放課後。さあ、今日もどこかにレミーはいるのか。どこにもいない。じゃあ、一直線に帰り道に行ってみるか。あれ、帰ってきちゃった。ダメか。4月22日。今日はどんな感じか。あれ、もう一気に放課後。そうか。レミーは古巣川先輩、星名さん、姫香さん。あれ、とりあえず2階に顔を出してみよう。いやー、いないなー、いない。そっか。じゃあ、帰ろう。姫川さんにチラッと見て声はかけずに帰っちゃおう。あれ、レミーがなんか出てこなくなっちゃった。レミーに会えない。もっと毎日出てきてくれていいのに。やっぱクラス変わっちゃったからな。あ、待って待って、ストップ来た。今早かったね。このイントロ入った瞬間に分かったよ俺は。レミー、なんか言おうか。ボーリング好き。あー、これあったね。ボーリング、なんだやぶからぼうに。今ね、ボーリングが流行ってるのよ。マジかよ、俺知らねえぜ。これなんか誘われるんじゃなかったっけ。ボーリングなんて好きでも嫌いでもね。そう言うとレミーは困った顔をした。そうだな、たしなむ程度かな。これなんか一緒に行く。あれ、うん、じゃあ教えて教えて。行こうよ、2週連続デートしちゃおうよ。レミ、まさかボーリングも知らねえのか。知ってます。でもやったことないの。国にいる時もないのか。ああ、俺の返事は、ここはいいぜだね。あかりルートでも、さすがにいいぜを選んだことはなかった。いいぜ？すげえ、2週続けてじゃあこれデートになる？おい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 。何またほっぺにチューかこれ。そういうが早いか。レミーはいきなり俺に抱きついた。子供ができちゃうよ。なんだ、スティックの次はボールを握っちゃうのかおい。どういうこと言ってんな。何をインサートコインしちゃうんだっつってね。むしろ嬉しいけど、これはちょっとはずい。こんなところ誰かに見られたらちょっとしたニュース、やばい、シホに取られる。エロいことしてるところでシホに取られちゃう。幸いというか残念というか、レミーは俺を押し倒したりすることもなくおとなしく離れた。エロゲか、エロゲだ元はね。来週の日曜空いてる。来週の日曜、ああ、だから次の日曜ってことだよね。空いてる空いてる、毎日空いてるなんだ、空いてるんだから。ボーリング場で教えろっていうのか。いや、ま、いいけど。すげー、2週連続デート。レミーは飛び上がって喜んだ。今のは多分嬉しいって意味だな。日曜だったな、どうやって待ち合わせる。次は私服がいいな。ん、決めて。おう、 You can say。じゃあ中央駅に朝の10時ってのはどうだ。結構早い時間、俺張り切ってんな。早えな朝。 That's alright、 駅に10時ね。 Yes、 うなずくとレミはにっこり微笑んだ。じゃあ日曜日に、 See you。 おお、ご機嫌だね。いいじゃない。そう言ってくるりと身を翻し、タタタッとかけていった。
俺は右手で軽く応じる。日曜はレニーとデート、楽しみだ。すげえ、こんなに連チャンで来るか、デート楽しみだな。さっさあ、あ、あ、じゃあお先。あー、サッカー部ね。うん、頑張ってこい、まさし。おっと、2階でレニー発見。これはなんだっけ。はい、はい。歩いていると不意に呼びかけられた。おレミ、見つかってよかったよ。ふん、俺を探していたのか。うん、一体何の用。今日、おっと、私の家に来てほしい。家に、あれ、これはどういうことよ。レミンチ、ディナーにでも招待してくれるのか。ソーリー、そういうんじゃないの、見に来てほしいの。見に来てほしい、見に来てってレミンチを。うん、なんか珍しいもんでもあんのか。それは秘密だ。いや、これはいよいよ真相が判明するんじゃないのか。あの5歳の時に遊んでいた少女の正体。レミーはケラケラ笑い出した。レミー、ごめんごめん。レミー、新聞見たのかな。今日はこんなこと言い出すって。来てほしいの。え、大切な日。まあいいぜ、どうせ暇だし、美人の頼みを断るほど野暮じゃねえ。本当？このイベントは気になるね。ありがとう。俺はレミーの案内で彼女の家を見に行くことになった。うん。ああ、来ましたね、長岡の館。レミー家を勝手に長岡の館って言っちゃってるっていうね。レミー家ってここか？道順が同じだからまさかとは思っていたが、ここは長岡の館じゃねえか。レミンチってことはもう確定でいいんじゃないのか。レミーの言葉で俺は門をくぐり敷地に入った。玄関に行くのかと思ったら彼女は庭の方に回っていった。俺も後に続く。それにしてもここがレミーの家だとしたら、彼女が昔遊んだ女の子になるのか。確かに年も同じ。そもそも金髪だったか。いや、レミーは何年か前に日本にやってきたんだ。11年前にここに住んでて俺と遊んでたはずがない。はずがない、はずがないか。考えているとレミーが呼んだ。ただいま。ただいま。おかえり。私帰ってきたよ。え、11年前え黙ってステイツに戻って、ごめんね。あ、じゃあやっぱそうなんだ。そう言ってレミーは目を伏せた。11年前にアメリカに戻った。もしかしてあれはレミーだったのか。うん、来ましたね、真の幼馴染はレミーだった。あかり、お前じゃないぞ、幼馴染ルート。これマジか。うなずくレミー、そうだったのか。え、髪はなんで黒かったの。レミーって元は黒髪なの。宮内レミーの宮内の部分が出てたの。懐かしいな、前からレミーのことを知っているのに、なんか複雑な気分だぜ。実際懐かしいのか懐かしくないのか言っている自分もよくわからなかった。うん、私もびっくりした。いや、これはドラマティックな展開ですね。どうして俺だってわかったんだ。志保の記事読んだの。あ、やっぱそこか。それで直接志保から詳しく教えてもらってわかったの。あの記事か。見て、あの砂場覚えてる。そう言ってレミーは庭の片隅の砂場を指さした。もう何年も、もしかしたら当時から使われていないらしく、地面の囲いがなければ区別がつかないくらい庭の土と砂が混ざっている。ああ、確か俺が作った秘密基地が宇宙警察にぶっ壊されたんだよな。私宇宙警察。これ言ってたね、5歳の時もね、宇宙警察。へえ、ひでえ警察もあったもんだ。ほら、
ハープ？レミの言う先にそこだけ日本風の池がある。カープ？なんだそりゃ。近づいて覗き込んでみると赤やら白やらの鯉が泳いでいる。カープって鯉か。まさか11年も生きているんじゃねえだろうな。最近買ったの。なあ、なんだ今もって言うからずっと生きてるのかと思った。レッツランチ？レミーがパンパン手を叩くと鯉がわらわらと彼女の足元に集まってきた。するとレミーは地面の砂を掴んでばらまいた。鯉たちは砂を口に入れてみるが当然食えないので吐き出している。何してんだよ何のトラップだよお前騙されてはいけません。やめろやめろそんなこと小学生並みのいたずらで喜ぶレミー。いや無邪気だな、ほんとガキだなレミーは。多分あの頃もそうだったんだろう。そんなレミーについ目を細めてしまう。ねえ、なんだあの木覚えてる？あ、なんか木登りしてるイラストあったよね。そう言って指さした先にひときわ大きな木があった。周りに生えている木と比べての話だけど、何の木だろう。そんなことは関係ない。ああ、よく覚えてるぜ。俺はうなずいた。レミーはスキップでもするみたいな一人で木に駆け寄った。この木によく登ったね。そうだったよな。口元を緩ませながらレミーに歩み寄る。今も昔もちっとも変わっていないような、そんな彼女を見ているとにこやかな気分になってしまう。見て見て、この木小さくなったよ。そばまで行くと得意そうにレミーが言う。バーカ、俺たちが大きくなったんだ。こうやって見上げると昔はとんでもない大木に見えたこの木も、さしずめ少し大きめの木って感じだ。レッツクライミング。クライミング登るの？思いついたようにレミーは足をかけた。おいおい、そう言ってる間に彼女はスルスルと慣れた調子で登っていく。ちょっと下から丸見えよそれきっと。あのビューティフルホワイトが丸見えよ。やがて3メートルほどで木が細くなって、それ以上登れなくなった。やったよー、登ったよー。危ねえことしてんなよかったじゃねえか、昔は登れなかったからな。イエーイ。イエー。レミーが手を振った瞬間、ズッ、あ、彼女を支えていた片方の足が滑った。危ねえ。とっさに飛び出した。どうさ、え、おいおいおい、ちょっとギリギリだぞ。見えと、どうなんだ。ギリギリ YouTube のサムネにしたら YouTube からアウトになりそうな画像ですね。見え。大丈夫かレミ。いやでもこれはいい画像だな。俺の腕の中でレミーがうなずいた。間一髪落ちてきたレミーを受け止められたのは ほとんどまぐれ。たくガキの頃より、ちょっと喋れなくなっちゃった。もうお尻だって見えてんだもんこれもう。お尻が、レミーのお尻に夢中よ。文章読めなくなっちゃったよ。ガキの頃より危なっかしいぞ。これ主人公の左手も注目だよね。完全におっぱい触ってるからねこれね。これはレミー、落ちてりゃ骨折くらいしていたぞ。ほら、下ろそうとするとん、なんだよ。もう少し、あら、このままでいて。いい空気になっちゃった。いい空気に、おいおい、家の庭で子供ができちゃうよ。そう言ってレミーは俺にしがみついた。なんだよ、どっか痛めたのか。うん。じゃあなんだよ。正直人一人を抱えるのは辛い。痛かったことあるの。あ、いい BGM が流れ始めました。なんだ。ただいまって。さっき言わなかったか。うん、うん。本当のただいま。言いたいの。ああ。行ってくれ。ただいま、私帰ってきたよ。その時確かにレミーはあの11年前の女の子だった。そして俺は迷子のガキンチョ。
とっくに顔見知りだったのに、俺たちは今日今ここで再会した。ああおかえりレミ。自分でも驚くほど優しい声が出た。案外これって本心だよな。いい空気。なんか恥ずかしいような間ができてしまった。ん？何か話して。これずっとこの体勢でやってんの。レミーもいたたまれなくなったらしい。何かって何を？昔のこと。そうだな。その後レミーを抱いたまま話し込んでしまい、さすがに腕が痛くなってしまった。抱いたまま。あーで帰ってきた。なるほどな、やっぱり子供の時に出会っていたのか。これはでも展開が読めたぞ。初恋だったんでしょう、それがきっと。いや、いいイベントだったな。あの CG めちゃくちゃ良かったな。お尻完全に見えてたよ、ね、いや本当に追っ始めちゃうかと思ったな。あのオルゴールの曲、あれオープニング曲のアレンジだと思うんだけど、すごいいいよね。今日は学校を出た先にいますね。行きましょう。あれお前何してんだよ。生徒玄関を出たところでシフに出会った。これはこれは旦那。誰が旦那や。彼女は何やらおかしな口調で近づいてきた。何企んでんだよ。俺が聞くとシフはにやりと笑い、ゆっくりと。神魚落眼平月週間。なんだ、どこで覚えたんだよそれ。俺はまず立ち止めてしまった。お前中国語うまいな。うるせえ。お前が気持ちの悪いことを言うからだ。つべこべ言わないの。神魚落眼平月週間。あんたも言ってみて。どういう意味だ。なんで言わなきゃいけないんだよ。なんでだよ。早くさっさと言わないと大声出すわよ。出た女の武器。なんだかよくわからない脅し文句で手法は迫ってきた。たく言えばいいんだろ。神魚落眼なんだっけ。神魚落眼平月週間。神魚落眼平月週間。どうだ、言ったぞ。どういう意味。そんなにはっきり言われたら照れるじゃないの。なんだよそれ。突然うっとりとした表情の司法は。神魚落眼平月週間。しほちゃんのあまりの美しさに、魚は沈み鳥の狩りは落ち、月も隠れ花もしぼんでしまうって意味の古い言葉よ。なんだそりゃ、日本語か。なんだか知らないけど、こいつレミみたいなことを言ってるぜ。はあ。なんだよその顔。私のためにあるような言葉ね。いいキャラしてんなおめえも。歌うように言ってシホは去っていった。なんで出てきたんだ。何だったんだよ。自分自身に酔ってるよ。バーカ。シホの消え方につぶやいて俺は歩き出した。うん、レミ、あ、レミに言ってやりたいね。ことわざ詳しいレミにさ、珍魚なんちゃらなんちゃらなんちゃら、全部忘れちゃった。坂道の途中でずっと前を行くレミを見つけた。彼女だけは遠くても見分けがつく。どうしよう、師匠の使った言葉が本物か聞いてみようかな。俺は、おう、声をかける。師匠は俺に嘘のことを教えて後でバカにしようと企んでいるのかもしれない。俺はレミに師匠の使った怪しげな言葉の意味を尋ねようと声をかけることにした。いよレミ。はい。はい、幼馴染。はい。あ、レミってさ、珍魚落眼平月週間だな。いきなり言ってきた。上手ね。わお。レミーが照れた。通じたらしい。そこで俺は、おっと、これはどうする。ここ難しいな。ちょっと待って、セーブポイントだな。どうしよっか。もっとおだてる。行ってみただけ。
数字だか。いやでももっとおだてるだろうな正解は。でも一応これも全パターン見ないとわからないんで、下から順に行ってみよう。数字だか。私を褒めても何も出ないわよ。別になんか景品をくれとか言ってるわけじゃなくてな、通じるかどうか使ってみたいんだよ。使ってみたんだよ。そうなの？レミーは古い言葉に詳しいから聞いてみようと思ってな。深喜びです。あーこれやっぱあんま良くないリアクションだな。気にすんなって、わざわざ昔の言葉で言わなくてもレミーは十分プリティだぜ。ありがとう。ドキッとするような優しい笑みで彼女は答えた。お世辞じゃなくてマジの褒め言葉だって気づいたのかもな。こっちこそサンキュー。子供の勉強になった。うん、それじゃね。ほう、なるほど。坂道を降りたところで俺とレミーは別れた。しかし潮のやつ人が知らないと思ってデタラメを吹き込んだのかと思ったらまともなことを言いやがって、ますます信用できないぜ。じゃあ別パターンも見てみましょう。B は？いやでもこれは微妙だよねきっとね。言ってみただけだ。あれでも笑ってる。そうなの？美人だねって意味で通じたんだろ。どういう意味の言葉なのかレミンに聞いてみたかったんだよ。なあなあ、他の美しさも目立たなくなるほど美しい？って意味の言葉よ。へえ、いい言葉使うのね。いやまあ俺だってことわざや格言の一つや二つ使うこともあるぜ。日本の文化素晴らしいね。そうだな。他にも聞いていいよ。ほう、いや今日はとりあえずそれだけだから。そう、じゃあな。俺だけか。よし、じゃあやっぱ正解は A じゃないのかな。褒め殺し作戦ですわ。褒めて褒めておだてまくってハントしてやりましょう。本当だってレミ is very 美人。こんなん言っちゃった。そうかな。なんかでも嬉しそう。彼女はまんざらでもなさそうだ。いやいや、レミー日本一いろ男殺し。俺は言っている本人もよくわからないノリで林立てた。誰を殺したの？おお前かい。なんでお前が出てくるんだよ。まさし盛り上がってきたところで何が。まさしのやつがやってきた。なんだよまさし、今いいところなんだ。誰か死んだの？誰か死んだのじゃないよ。このひなみざわ症候群本当に死んでねえよ。チラリッとレミの方を見ると彼女はキョトンとした表情でこっちを見ている。マサシの登場ですっかりしらけてしまった。これマサシトラップだな。違うんだ。殺人事件。お前ひなみざわ症候群。こらお前はもういつも。私どうするの。レミは手持ち無沙汰な様子だ。仕方ない。レミ、話はそれだけだから。それじゃ。なんかもう軽く手を振って帰っていった。まさし。で、お前誰も死んでないの？なんで誰かを死なせたいんだよ。お前急なサイコパス怖えな。しつこい。赤にルートの時はめっちゃ空気読んでくれたのに、まさし。お前もめちゃくちゃだぞお前。ってなると違うわ。 A じゃないわこれ。正解 C だわ。なんか意外なところに眠ってるなぁ。こういう正解が通じたかなんだ。私を褒めても何も出ないわよ。これね、レミーズベリーキュートって言ってあげるのがベリープリティいいよね。優しいエミーが出てきて。なるほどな。やっぱ全部やらないと分かんないですねこれね。なるほど。まさし空気読めよお前。
よし、これでどうしようかな。ここで一回区切って次回で、そうね、次回で一気にラストまでもういけるんじゃないかな。と言っても順調にハッピーエンドに入っていたらの話なんだけどね。いやー、大丈夫だと思うんだけど。でも俺は仮の時も大丈夫だと思ってたよ。どうなんでしょうかね。じゃあ4月25日ね、ここでセーブしておきましょう。はい、続きはまた次回。今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。